さあゲートが開きました。ニフティニースもコーススタートやります。一番いいスタートを切りましたのはハスキーハニーであります。内の方からおっと千両屋敷が行った。千両屋敷が行きました。内の方からニフティニースは3番手、ホワイトメンデスは抑えて3番手でやります。ホワイトメンデスが行きます。それからハスキーハニーでやります。黄色い帽子がチラチラと、これは千両屋敷でやります。それからケースミラクルでやります。スリーリリック、内を通って1番のニフティニースでやります。その後ろ4番がナッシュビルシーであります。それからダイカツブランドがいます。ゼッケン13番がステインランド、内を通りましてゼッケン5番が山のヒッター、追い込みにかけます。6番が松のエベ、そして8番がスーッと上がってきますがクイーンモーニングであります。さあ間もなく600の標識を通過しまして33秒、予想通り大体33秒であります。さあ先頭はハスキーハニーであります。これをましてゼッケン2番がホワイトメンデスであります。千両役者はコースタートを切って3番手、外からケースミラクルであります。内を通って1番がニフティニースであります。緑の帽子が上がってまいります。ダイカツブランドであります。そしてビクターガールが上がってきました。4コーナー回って直線であります。先頭はケースミラクルか、先頭はケースミラクルか。内を通りましてニフティニースが上がってきた。内を通ってニフティニースが上がってきました。ゼッケン12番、ハスキーハニーが粘るか、ハスキーハニーが粘るか。先頭は1番になって変わった。ニフティニースが先頭だ。ハスキーハニーが粘りそうだ。ゼッケン1番、ニフティニース、ニフティニース、ニフティニースだ。